はい、皆さんこんにちは、ワナルグルビジです。では今回は銀河英雄伝説 4EX ミュラーでのプレイ続きをやっていきたいと思います。まずはですね、じゃあアルレサイムの方にいる艦隊なんですが、これのまあちょっと引き上げをね、先にやっておきたいなというふうに思います。全軍撤退を意見具申していきましょう。アルレサイムから6個艦隊撤退です。が撤退っていけないか。ここはね、確実に撤退をして一度軍を引いておきたいところなんですが、やっぱり何度やってもダメですね。じゃあ一度時間を進めちゃいましょう。しつこくしつこく、ここはね、自分の身を守るためなんですが、撤退を意見具申していきます。で、政治工作担当ベルゲンギルーンに書いてくれという依頼ですね。まぁ、ちょっとここは一旦飲みますか。部下からの信は必要なので。さて、フェザーンの自治領主ルビンスキーから情報提供ですね。今回こそ撤退させてくれ。ダメか。かなりの数の艦隊が同盟軍展開している可能性があるので、できればここはね、一度軍を引いておきたいところなんですが、なかなか飲んでくれない。となると艦隊の出撃数増やしたいぐらいだよな。ミューラーをまず撤退するというのも行いたいよな。せめてミラーだけでも撤退したいけど、これもダメだな。さて、ラインハルトから五個艦隊をティアマトに派遣したいという、提案が出てますね。その五個艦隊は、その五個艦隊がどの艦隊になるかというのは結構重要ですよね。いや、もうこれ確実に撤退させてくれないのに、アルレサイム政権で敵艦隊と激突か。まあ、ここは少しでも武勲稼ぎに走りますか。そしたら、第18艦隊ミラー艦隊ですね。これをじゃあ一度暗礁中域らしきところまで動かしましょう。で、敵の艦隊が入ってきたらその後方を撹乱していくといういつものパターンでいきます。ただまだ敵の艦隊が発見できてないな。いたね。しかも後ろを突かれてるな、ラインハルト含め。ミッターマイヤーも後ろ突かれてますね。ドーソンが入ってきてるけど、ラインハルトの第4艦隊も後ろ突かれてる。メルカッツも側背面を突かれてますね。さて、敵は第13、第14の2個艦隊が展開しているのを確認済みですね。13艦隊はチュン、第14艦隊がドーソン。ドーソンの能力はまあ知れてるよね、これ見る限り。なので先にドーソンを撃破してしまうというのが良さそう。で、チュンの方なんですが、まあこちらはね、統率そこそこですけど、どちらかというと防御80の方が手こずりそうですね。では、こちらも戦闘態勢へと入っていきます。
まあこんだけ艦隊密集してるとなると、ラインハルト率いる本隊も艦隊のね、こう回答に時間がかかりそうですよね。まあ、ここで一人なんとか気を吐いて武勲稼ぎを行いましょう。さてここは占領を使われたので惑星を失いましたね。まあ惑星を失った以上これを奪還するという作戦に全て変わっています。まあ、ただこれ、ね、もしねこの惑星タンブーズミュラーが攻略できたらかなりの武勲を稼げるので、まあ、望まない戦闘にはなりましたが、結果的に武勲稼ぎのチャンスは広がりましたね。敵の方は第3艦隊も出てるな。第3、第13、第14と3個艦隊出てるのは確認しました。ルフェーブル提督の第3艦隊ですね、これ。さて、アルレスハイム星系での戦い続いてますけど、メルカッツが防御が99まで一気に上がったな。やるな、メルカッツ。で、アルレスハイムの方はようやく全軍撤退の命令が出そうですね。いやー、アルレスハイムの戦い、だいぶ長くなりましたけど、なんとか勝利できましたね。ただ星系自体は失ってるので、やっぱり中将の地位まで早く上り詰めて、なんとか投入できる戦力を増やしたい。でティアマトの方には
ラインハルトはそのまま直行する形ですね。ミュラーは一度撤退のままだ。いや、ここで何ブラウンシュバイクがクーデターですか。何なんだろうね、この展開の速さは。クーデターには応じないブラウンシュバイクの言うことなんか聞かんぞ。緊急事態発生。我が軍艦隊及び士官の一部が突如所属を絶った模様。また、軍務省のコンピューターに原因不明の障害が発生。現在、一切の人事処理が不可能。一体、どれほどの将兵、将官がクーデターに参加したのかっていうのは、ちょっと確認したいですね、早く。ミラー艦隊の方は、今、バルハラ、オーディンへ、帰還を行っている最中ですね。クーデターだな。アルタヌ政権においてブラウンシュバイク元帥を名手とする貴族たちの軍事組織が誕生。この組織は迷惑の課された場所の名を取り、リップシュタット反定例連合軍と呼ばれることになると、いわゆるリップシュタット政権ですね。で、ブラウンシュバイクは軍事作戦マールバッハの占拠を行うということですね。アルテナ星系からバールバッハまで一足飛びというわけにはいかないと思うので、じゃあ軍事作戦を提案していきましょう。こちらもマールバッハに参考艦隊を送りましょうか。ガハ、拒否されたけど。マールバッハに敵艦隊が侵入。これはメルカッツが行けば収まる話なんだろう。で、さらにブラウンシュバイクヨーツハイムに艦隊を出してくる。メルカッツはどこに向かうんだ、ヨーツハイムで。そうなるとマールバッハは取られてしまったわけだな。まずはマールバッハの方にこちらも艦隊を出したいけどな。よし、我々もマールバッハに出撃できることになったので、マールバッハへ進んでいきましょう。
まあ、ヨザイムもちょっと守りきれなそうだな。さあ、アルテナ星系で敵の艦隊に遭遇。ガイエスブルクなんてとてもじゃ落とせないからな。一旦全軍退却しよう。味方の艦隊はどこに向かっているんだ？艦隊、ライハルドはアルテナ進行。今はどこにいる？イゼルローンか。ムイケンベルガーはイゼルローンにいる。みんなイゼルローンにいるな。いや、これ単体で望むのは無理があるので、一旦全軍退却を繰り返してイゼルローンからラインハルド隊が救援としてくるまで時間を稼ぎましょう。ファーレンハイトが敵、メルカッツも敵、この辺りは要注意ですよね。ラインハルトはティアマト防衛、ミュッケンベルガーはアルテナ進行。アルテナ星系の方には連年カンプがやってきたという話でしたね。アルテナ進行になっている。で、ちょっと待ってね。ミュラーは出撃予定中で、今どこにいるんだ？ちょっと確認しましょう。ミュラーの今の位置。現在位置はバルデンベルク。バルデンベルクからアルテナに進行。ここにいるな。違う。バルデンベルクが、ここですね。ここから、アルテナに向かわなきゃいけないわけだな。イゼルローン政権において敵艦隊と遭遇。イゼルローンが落とされることはまあ普通はないので、アルテナ星系で敵艦隊と遭遇って言われてもな、ガイエスブルクなんか落とせないからな。困りましたね。短期でガイエスブルクを落とすっていうのはちょっと無理があるぞ。これガイエスブルクですね。反乱軍の要塞。いや、全軍退却だな。厳しすぎる。そしたらですね、ちょっと一旦今回はここまでにさせていただいて、まずはミュラー単体でこの反乱軍を制圧するのは事実上不可能だと思うので、一旦作戦をねちょっと立案し直しましょう。
ヨーツェンハイムから入るのか、マールバッハから入るのか、それともアルテナにいきなり入るのか、いずれにしても最低でも3個艦隊は必要になってくる作戦だと思うので、今だとですね、空いている艦隊がどれだけあるかといって、ミッケンベルガーはアルテナ進行で今現在地フレイヤまで来てますね。フレイヤで、アイゼナッハはティアマト防衛、ゼークトはイゼルローンに駐留、ラインハルトはアルテナ進行、今はイゼルローンにいますと。で、レンネンカンプはバルハラ待機中、ミッターマイヤー、アルテナ進行で今イゼルローンにいますと。で、ロイエンタール、シャンタウの場所ちょっと確認しますか、先に。シャンタウにいるという話。シャンタウ、ここですね。ここにいるので、まあ、アルテナ星系までもうちょっと時間がかかるのかな、というところかな。ケンプはアルテナ進行でイゼルローンにいますと。で、ミラーはヨーツンハイムにいます、というところだね。ヨーツンハイムからアルテナ星系に、まあ、一度戻る必要があるので、まあ、シャンタウから来るのと、まあ、歩調を合わせて、アルテナ星系に乱入するというのが一番いいかな、というふうに思います。では次回はね、反乱軍を何とか鎮圧していきたいな、というふうに思いますので、引き続き皆さんの応援よろしくお願いいたします。はい。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方は、チャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。